大坪砂を。暁に祈る。太い鉄越しと、三方に立つ厚いコンクリート壁。高いところに正方形の小窓が一つ。そこから稀に空気が垂れ下がってきて、自分はその匂いを嗅ぐ。ああ。 これこそ自分の精神にふさわしい青空への教習。まさによし、自分のこの肉体を圧殺するにたる、ついのすみかのけやきばりの床に腹ばって、今、最後の文字を綴る。体の芯からネとつく油汗が熱気を帯びて、五分ごきに位置をずらしながら続ける作業。のみとかと、 目に見えない微生物の数々が誘惑に脆い五体の隅々から痛く痒く攻め立てかき乱しごやみなく加える妨害。ああ、ただ一度正義のために肉体に勝てわーと叫んで髪と髪を引きむしらないために高慢なる精神を奮い立て。毒膨死刑囚の毒房、 ここの五つ並んだ独房の三つに、三人の死を強制された男が、形ばかりは人間でいながら、猛獣よりも目覚めやすく、二十四時間休みなく、首と手と足の置き所に苦しみ、うごめいては、足音。最悪不吉の知らせをもたらす足音に全神経を研ぎ立て研ぎ立て、ささらのようにすり合い、震えている。ああ。 なぜ核も麻痺してしまわない感覚が肉体の疲労を無視して生きていることか死刑囚には一週間に一度土曜日の夜にだけ安眠がある日曜の朝は死刑の執行がないからだ永遠の睡眠を命じられている肉体が安眠を求めている矛盾、不合理とかかる安易な疑問を笑う者があるならば 一秒、二秒、三秒。君の胸の鼓動に手のひらを当てて思え。睡眠は柔らかく、暖かく、甘いのに、死は、その観念に触れただけで、暗く、冷たく、苦い旋律となって走るのだ。君は育児を、死を行使するに耐えうるか。その時間は加速度的に重圧を加え、 君らは必ずや悪夢を払いのける手つきで目をこすり、妻を呼び、また明日の宝飾団員を語り戯れるだろう。自分らのどこにそんな猶予が許されているか。結局は人間の手で人間を締め殺す。その時刻が時計の正確さでカチッカチッと四方から近づいている死の足音に耳を覆うどんな手のひらも無駄なのだ。 恐怖そのものが耳底から全米の響きになって渦巻いてくる。このコンクリートの牢獄の中で、今も深夜に眠れない隣人のあえぐ物音、無意識に意識しているその響きは決して単なる振動ではなく、そのまま不気味な物質とかし床から腹を伝って自分の顔一面に黒い雲の網となって粘りつく。 自分は鉛筆を放り出し何度も何度も顔中をこすり回し汗の染み込むまぶたをくじり手のひらをもみ合わせずにはいられないのだこの必死の作業劣等な肉体が最後に記す告白書自分はこれを書き終えた朝考察されることを願い計画している作業を終えた後になお多くの時間が残されたならば 自分の下劣な肉体は死を見つめる恐ろしさのあまり、またどんな嘘を叫び出すか知れたものではない。今が時期なのだ。予感がする。正確な足音が感じられる。死は、この夜明けに訪れるだろう。しからば、自分は死の恐怖を懺悔によってごまかそうとしているのか。 いな。断じていな。それならば、なぜ拘訴期間を無意に課して死刑を確定させてしまったか。なぜ、起訴された集団殺人事件を最後までも否認し続けながら、今ここで、世人が意外とする過去の殺人を進んで告白しようとするのか。また、大嘘をつくのだろうと、笑わば笑え。 いかにも自分の兵糸の言動は嘘だらけだ。法廷でも証拠証拠の数々を突きつけられながら言語左右に託して取り留めのない上言を吐いた。折り紙付きの嘘つき野郎だ。ついにはコルサコフ病とか噂を立てられ精神鑑定まで受けたとは。その時の自分の困惑をどう説明したらいいだろう。 鑑定医は狂気を装って死刑を免れようとするものだと疑い、自分は誤って狂人と認められたならば、この必死の告白が全く無意味なものとなることのみを心配していたとは。自分は正義の星をいただいてこの文を綴る。いかにも自分の肉体は苦烈に相違ない。しかし信じたまえ。 精神は常に正義を希求している。自分ばかりのことではない。これは人間構成の原理なのだ。従って自分が精神を集中して綴る告白書の真実性は、必ずや諸君の胸中に黒い雲の網となって立証されていく。聞きたまえ。一敗残者の死後の声を。 その頃の頃自分は自信を予知したナマズのような黒い塊が胸の中に震えていてその77色の地獄の叫びに悩まされ抜き口先ばかりで息をしながら生きていた実際孤独の暗黒に落ちていく身にはそれが光であれば鬼火でも求めるだから X が自分の秘密を知っていることが自分を彼のそばに走らしていき その青白い微笑に撫でられて、いくらか悪党らしい虚勢を取り戻すのだった。確かに今思い返してみても、シベリアから引き上げ後の数ヶ月であの金を使い果たしてしまったせいばかりではないだろう。これを王法というなら、所詮人間の運命とは各自の真理の弱点に他ならない。自分の意志は砂のように崩れやすく、 絶えず砂漠のさすらいを繰り返している間に、X は現実を一歩一歩踏み断として、その時にはもう自分は愕然とした。シベリアで倒れていた一戦友の未亡人に入り向こうして、その特殊な勢力を利用し、大製薬会社の障害係長となり、スマートな背広を着込んでいたのだ。自分は通された応接室の柔らかいソファーにかけると、 尻から湧いてくる卑屈感にムカついて、話の成り行きでは少し揺すってやろうと待ち構えていた。X は入ってくるなり、にっこり手を差し伸べ、待っていたんだぜ。遅かったねえ、と。これで自分はすっかり狼落された。彼は医者である自分のために、企画部に交渉し、社員診療所を兼ねて、 一般外来者にビタミンとホルモンの実費サービス書を作るよう熱心に奔走してくれた。会社としてもこの案は製品の宣伝並びに販売上有利だったに違いない。まもなく倉庫の一部を改造し宿なしの自分の今まで設備してもらうことができた。規則正しい生活が始まってそこから希望が輝き感激した。しかし、 それも砂上の老格であったのか、あるいはポケットが札束で膨らんだためだったか、見つきしないうちに助手のエスコに手を出してからはもういけなかった。それはひどくいけなかった。自分はエスコの赤くむっちりした手首さえ嫌いだったのだ。男の前で平気でジムを処理していく様子から口の利き方まで、自分の考えている女性とは全く縁が遠いのに、 つい手を出してしてまった。自分は酒を飲むと無性に腹が立って人に当たり散らすか妙にケチケチした根性になって酒瓶が減っていくのにイライラするそれでも何度かに一度は勇気凛々となることがあってちょうどその日はガラス窓にテラテラする夕日さえ火事のように勇ましく見えた時だった女性教養講座かなんかの帰りに エスコは手下げを取りに入ってきた。手首を取られると猛烈に抵抗し、やがて従順になり、その直後に、ああ、涙も見せずに結婚を迫るのだった。それからの日々は、しらじらしくエスコと顔を合わせるのを避けるためなら何でもした。それなのにエスコは居残って奥の部屋まで基調面に片付け始める。 自分は早く帰ってもらいたいばかりに買い物をしたらいいと金を渡す。すると決まったように結婚の日を約束させ、札の数を数えてから愛部の義務を要求するのだ。あまりの馬鹿らしさに、馬鹿らしい自分を嘲笑うために、動物になりきれる刹那のために、自分はそれを繰り返した。あの日も、 自分は日暮れの町へ逃げ出すよりなかった。夕映えの家並みが象物みたいに薄すぎたなく石炭柄が泥靴のかかとにジャリジャリしてひねびたガキどもが泣き立てるさえているのは空の色ばかりで浅い色に澄んだ光が無限に遠く自分はそれを仰ぎながら「ああ今日もまた」と思っただけで この一日の自分がこんなにもアホに見える時刻をどう始末したらいいかわからなくなる。自分が自分でなくなるためには、どこかまるで知らないバスへの裏通りをどんな知った顔にも合わず、不老人のように首をすぼめて、こそこそと一層自分を惨めに見せるよりないではないか。皮膚から染み込んだ劣勢感がいつの間にか臓風にへばりついて、 自分の肉体をじわりじわり消化しては、そいつばかりが声太ってヌメヌメうごめく。劣勢感は寄生虫だ。人の意志などを盲目に無視した、鈍感な、ネチネチした粘撃室の感触には、どんな反抗の姿勢をとってみたところで、結局足を取られてつるりと滑ると、その上をなめくじのように舐めずっていく気味悪さ。ああ。 自分は知っている。こんなにも劣勢感に怯える自分こそ、正義を愛するからなのだ。自分の愛し、信じる正義。それを肉体の物欲が忍び寄って、足をすくってドタンと倒す。これだ。正義が倒され、崩されゆく。この転落感が、取りも直さず劣勢感に他ならない。 自分はたまらなくなって行き当たりばったりの風呂屋へ飛び込むその忙しそうにカゴを取り合い桶を奪い合う人混みに紛れ湯船に沈んできょとんと首だけ出していると空もようやく薄れていた首の周り脇の下から腹いっぱいに石鹸け泡が立ち肌もすべすべと人心地を取り戻し昔の潔癖が少しばかりよみがえって口笛でも吹きたくなる その時、それはいつものことなのだが、湯気を通した脱衣所の混雑がわやわやと目に移り、はっとして自分の籠の方に気を配る。誰も彼も怪しく見える。こんな気分になったらもう最後で、自分の中で隙見している泥棒が嫌顔なく意識され、そのぬけぬけした面つ,つきに真っ赤になって風呂屋を飛び出すと、 ポケットの中に隠れている不義不正の札束を引きずり出し引きちぎって街中にまき散らしながらそのペラペラした紙くずを透かした空がどんな色に見えるか自分はその光景を心から空想しながらつまりは焼き鳥の匂いなんかに迷って屋台ののれんをくぐる油の燃える得体の知れない塊を奥歯でかみしめかすリを流し込む これで帰省中の奴は一応満足し、自分は請求される不当な金額に平然と札を並べ、さて胸を張り、次の食材場へとポケットの金を使い果たすまで前進する。狭い坂を降りたところに入り口を開け放した酒場が壊れた蓄音機をキーキー鳴らしていた。青い電灯を浴びた女が出てきて手を引いた。 入る前からもう生ぬるいビールのあぶくに口元が寝とついて、一本の白樺が一息れの漂う安っぽいペンキ塗りの入り口に、それはまるで幽霊のように手招きしていた。自分は、キャーと叫んで女を突き飛ばし、膝頭をガクガクさして逃げ出した。そこはよどんだ空気にひっそりした場所だった。気がつくと、 自分は石灯のようなものに腰をかけ、そばに若い女が自分の顔を覗き込んでいた。兄さん大丈夫自分が顔を上げると、女は肩から手を離し横を向いて立っている。お前はパンパンか。思わず大きな声が出てしまったのに女は黙っている。耳を澄ましても電車の響きはない。 自分はこの女のところに泊まってもいいと思った。オールナイトをいくらだ女は目だけちらりと自分を見て何か言いそうにして声にならなかった。ちょっと鼻じらんだ形が自分の気に入った。手を脅し。自分はポケットの札を一枚一枚抜き出して女の手のひらに重ねながら十枚目に 相手の見すぼらしい服をチロリとね踏みするように見上げたのを女は素早く感じて急に手を引っ込め弱気な調子で多すぎるわと言ったそうかではあとは宿次第で増やそうあのとても汚いところなんですけど石垣のある焼け跡の草を分けるように横切って つい出た土蔵とポストの間の暗がりを10軒ばかり突き当たった物置みたいなバラックをぐるりと回って窓の下に立ったここから入るのビール箱を踏み台に登った細長い板敷きはへなへなしなって女が灯したろうそくの淡い光に見回してもそこは汚いというよりは何もないに近かったつみに 藁を包んだらしいズックが細長く人の形にへこんでいるのだけがどうにか人の住居とうなずけるお前はまだ素人だねこのごろどこかの務めを首にでもなったのかい女は返事に困ったらしく不器用に顔を胸に持たせかけてきた自分も酔いが冷めかかった頭にしゃべる何も浮かんでこないまま ズックに並んで女の肩を抱いたきり、曲がったろうそくから牢が垂れるのを眺めていた。目が覚めた時、腕時計は止まっていて、日の当たらない部屋では時間がまるでわからない。自分は急に身を起こしたので、ベッドの裾に持たれていた女が慌てて顔を上げ、その顔色はひどく青く哀れだった。 自分はタバコを取ろうと上着を引き寄せ、ポケットの中の使い残しの札束が意外に厚いのに気がつき、それを全部抜き出して女の方に差し出した。女は驚いてその意味を汲み取ろうと札束から目をこちらに移してくる。自分もなぜそうしたかよくわかっていなかった。あなた、私が嫌だったんじゃないのそう言われたみれば、 昨夜は明かりが消えた後、言い知れないわびしさに一人ベッドに潜ってしまったのだ。それで女は金を受け取りかねている。自分はそこに気が回ると、取り出しようのない残念な気分に駆り立てられて、女に飛びつき、植え切った女は痛々しく、自分は一層荒々しかった。女が食料を買いに出た留守を、 自分は一人寝転んで、いつの間にか心に染み潤っているものがあるのを感じていた。とはいえそこに何があるものでもない。薄っぺらな板に囲まれた部屋。煮滝は外でするのか、ちゃぶ台代わりの木箱の上に洗面器が一つ。床には昨夜のろうそくの跡をとどめた櫛箱がつくねんとしているだけだった。 北向きの窓もすぐ崩れかかった石垣に遮られ、風情といっては石の間に野菊に似た雑草が日陰の花らしい咲き方をしているばかり。かねて自分が夢見ていた生活とはおよそかけ離れたこの場所で、しめやかなもの、ひっそりしたものを情緒している。昨日診療所を飛び出す前のいざこざからも、自分は当然近くくびられる。 そのついでにエスコから逃げ出す。願ってもない幸いで、ただその後のユダの漂白を再び繰り返すことは思っただけで血が濁りそう。どこでもいい。自分が叩く扉から閉め出さず、ゆっくり休ませてくれる椅子と、一杯の水と、自分は突然飛び上がった。そうだ。 さっき自分が女に万に近い金を差し出したのは、それによって数日間の休息を女に嘆願していたのではなかったか。自分に必要なのは安息だ。宮殿でもなく、家庭でもなく、例えてみれば、おがくずの上に捨てられた貝殻のようにポカンと口を開けている憩いなのだ。女が帰ってきて、食卓の上にビールが乗り、 自分は一本開けたきりで後を欲しがりもせず自分の胸に爪も立てず女を表すためにはあるだけの嘘を広げて王子様になったり物もらいになったり夜は早めにベッドの藁の幅を広くして女はもう自分を恐れていなかった翌日は女がシャツ下着を洗濯してくれている間わざと裸の背中を丸くしてズックにくるまり 爪を落とした猫さながらの格好をしていると、女は窓越しに覗いておかしがり、自分もそのびににゃおーと泣いた。もう時計を巻こうともしない生活は、その翌朝の昼近くになって、女は映画に行きたいと囁き、自分も久しぶりの外出はいいなあと思い、顔を笑っている間に女は上着のほこりを払いながら、ポケットの中のボンボンを見つけ出した。 その銀紙に包んだチョコレートは、エスコがくれたのをそのまま忘れていたのだった。女はそれを食べた。そして自分が身支度を終えた時、突然倒れかかり、自分の両手の中で痙攣し始め、動向さえ散大している。とっさの出来事に、自分はこれをヒステリー性痙攣と誤診し、差し当たり頭を冷やす水を汲みに出て帰った時、 女は最後のけいとともに息を引き取り自分はこれを重く抱えているばかりだった暗息の青空からものすごい転落を食った自分は最も卑劣な裏切り者となって町へ脱走していた自分の33年の生涯の中で唯一明星のごとく輝いている3日間 自分の精神と肉体の全ての愛武を素直に受け入れて微笑んでくれた女。自分はその体を藁くずの上に投げ捨てて逃げ出したのだ。最後の切符も与えずに。振り乱した髪、真っ青な顔、ちばしった瞳に血につかぬ足取り。人が怪しみ見たのも無理はなく、 自分は最初の交番を迂回しようとしてすでに呼び止められていた。自分が殺したのじゃないなんという馬鹿な言葉を叫んだことか。女への愛情を忍ぶ心を忘れた罰だ。自分の中の過当な根性がただそればかり心配していた言葉をそっくり巡査に投げつけていたのだ。検察官に向かって、 これは鳥りも直さず自分が殺したと告白しているようなもの。自分は惹かれていく途中、しまったとまたこればかり考えて、ますます錯乱していた。取り調べの熾烈さはその場の空気からすぐ感じられて、自分を一層おどおどさした。今までどこに隠れていたか。自分は、それを言ったのでは女の死体が発見される不利ばかりに気を取られ、 口から出かせをしゃべり、その矛盾を追求され、また嘘を繰り返す馬鹿を演じた。その間に自分の姿を見かけた人々の口から女の部屋が調べられていたのであろう。突然、h アイコを知っているかと尋ねられ、自分は知らないと答えた。事実、自分は女の名を聞くのはかわいそうだと思い、はじめはお前と呼び、 あとには君とばかり呼んでいた。お前は一月ほど前から数回夜 H.I. 子の部屋に忍んで行き、関係を続けていたろう。一向に知らない。H.I. 子の部屋にあったビール瓶からお前の指紋が検出された。部屋の様子、兵素の言動から察しても、H.I. 子はむしろ内気で何人も男を引き入れたとは認められない。 お前は勤務先では S 子と結婚すると称して関係する一方、外では同じように H イ子を騙していたのではないか。自分はしばらく黙って空を見ていた。その青い空気の中に愛子の姿を浮かべてみた。哀れ貧しかった愛子。失職して上、たまさか男を呼び入れても報いられることは少なかったろう。 君が与えてくれた喜びに応えて、この自分でよかったら少しばかりの衣装を贈り物しようではないか。自分はそう決心した。そうです。自分は愛子と関係していました。しかし騙していたんじゃない。これは純粋な恋愛です。誰があの真面目な愛子を騙したりするもんですかそれならなぜ殺したのか 殺した何を言うんですか愛子は急病で死んだんです。自分は、この手で抱いていました。痙攣性ヒステリーの結果、心臓を麻痺したんだ。解剖してみればわかりますよ。うん、解剖は命じてある。ところでお前は、何の目的でチョコレートボンボンに毒薬 TT を注入したのかえ 毒薬 TT? そう驚いて見せることはなかろう。お前の診療所にあった TT のことだ。お<っ>電光のように頭にひらめいたのは、まさに TT 中毒に相当する愛子の症状。直前に食べたボンボン。そのボンボンを自分に渡したのは、エスコだ エスコがアイコを殺したんだ知らばっくれるなと、ケンジは大喝した。違いました。エスコが殺そうとしたのは自分なんです。二人の仲は、もうとてもいけなくなっていたんですから。きっとそうです。それを知らずに、自分はボンボンをアイコにやったんです。自分は本当に知らなかった。 恐ろしいことだ。ああ。ふん。ケンジはせせら笑って。お前はエスコとチワ喧嘩をしたことを告白しているではないか。これでエスコ毒殺の動機は明白だ。お前は集団毒殺を観光した後、H.I. 子の部屋に潜伏していたが、バターを買ってきた新聞紙にお前の記事が大きく出ているのを見つけられ、 自暴自棄の結果、愛子をも同じように毒殺したのだ。わけのわからない黒い塊が自分の目の前で真っ赤に破裂したと思った時、自分は夢中になってテーブルクロスを引きちぎっていた。それから二ヶ月の間は夜となく昼となく尋問尋問。 いろいろな顔が現れて自分の首実験をしては浪費の数々を証言していった。桜ん、逆上。自分は一本のタバコのためになら、それを吸う五分間の休息のためになら、あるたけの知恵を絞ってどんな嘘でもついた。金の出所についても、はじめは焼け跡から金塊を掘り出したと言い、また前言を翻して電車内で拾ったと言ったり、 結局、検事の希望通り、倉庫の後期薬 M を盗み出した事実を承認しても、売り先、共犯者、ことには数百万にも上る近海の使徒に至っては、辻褄を合わせるために、日に数回の嘘を考え出さなければならなかった。思い出してもぞっとするその苦労。しかも結果は、引き合いに出された人々が激怒して現れては、自分を罵倒するばかりだった。 もう十分だ。自分は国ごとするためにこれを書いているのではない。時間もない。以下、法廷における検事の論告を明録しておこう。被告はシベリアより送還後、家財を消費尽くして浪費し、ようやく診療所に職を得たるも、天聖の浪費壁より、ついに異質の押し入れの板を外して倉庫内に潜入し、 後期薬 M を大量に盗み出しては、夜ごとに飲酒徘徊せり。天津さえ、助手 S 子を結婚すると騙して関係を結びし一方、さらに HI 子の失職に付け込み、これともまた関係するに至れり。たまたま会社内に粛清運動を起こり、倉庫の調査を要求したる何がし他10名が倉庫入り口を独居しておるを見て、 被告は、己の犯行の暴露を恐るるのあまり、毒殺を企とし、エスコに命じてボンボン菓子を買わせ、これに、猛毒薬 TT を注入し、異老と称してこれを食せしめたるものなり。当日被告は、この一段と激論し、後に進んで和解を求めるなを異常な精神状態にありしことは、目撃者数人の証言により明らかにして、 被告はさらに発覚を恐れ、エコーも己の遺室内にて毒殺したるも、その苦問の状態を見るに及び、到底発覚を免れざるを悟りて逃亡し、H 愛子方に潜伏すること3日、買い物包みの新聞紙により事情を知られ、質問せられるや、心中すると偽り、愛子も同様手段を持って毒殺し、脱走中を逮捕せられたり、 攻略後半帝に引き出されること9回その度ごとに自分は興奮ししどろもどろに即答までしたのは全て自分の芝居として報道されているのではあるまいか少しく人心地になれたのは死刑宣告後の独房の脆弱この鉄柵とコンクリート壁に守られた中では 自分を責めるのは小さな虫けらたちばかり。恐るべき人間は、もはや侵入してこなかった。自分は数日間、なお上ごとのように証、証拠証拠とつぶやいていた。自分の無罪を立証してくれる十三人。その十三人が殺されてしまったのだ。 自分は事件発生より一時間も前に診療所を抜け出し街中を歩いていたただ自分はそれがどこの町であったか言うこともできずアリバイを証明してくれる何人もいない赤い腰巻きを干した長屋があった皮膚病の犬があくびしていたこんな記憶が何の証拠になろう風呂屋を怯えたように飛び出したり 酒場の女を突き飛ばしたり、この方は逆に犯行後の桜乱らしい心境を与えてしまったのに。押し入れの中の抜け穴の仕掛けや、後期薬 M の紛失は、誰の目にも自分の所業として最も可能性が高い。それなのに、厳粛派の連中を相手に突然激烈な口調でバツバツ刀を攻撃する医者や、 初めて会ったパンパン宿に三日も居続ける客は常識家から見ても最も可能性が少ないのだ。証拠がない。自分は頭の芯が溶けるまで悩み抜いて一切を失っているのに呆然とするばかりだった。その四日目に、構想手続きのことで訪ねてきた弁護士が帰りがけに囁いていった言葉。まだ落胆しちゃだめだよ。 X 氏も君の無罪を信じ、陰ながら尽力すると言っている。ああ、お人よしの自分は、藁にもすがりたかった自分は、その日一日を感謝していたとは。夜が来た。窓から月の光が差した。そして自分の心に一点の灯しみがついたと見る間に、それは、 両言の火となって燃えた。恐るべき X。地獄の声を囁く X。真犯人は X だ。自分は鉄格子に走り寄って力の限り揺すぶり叫んだ。そして、その虚しい反響とともに倒れた。ダメだ。証拠がない。 自分の胸中にこれほど明々白々たる真相が、おそらくは一般人にとって全く真の置けないこじつけにしか過ぎないだろう。自分の言動を絶えず観察することのできた X。診療所に自由に出入りして、エスコに何事をも命令することのできた X。自分の外出時の鍵の隠し所を知り、押し入れに仕掛けすることのできた X。 毒殺された11人の粛清派の中に不思議にも彼の腹心と思える男が二人まで混じっていた事実。粛清派の抹殺で最も有利な立場となる彼。己が殺した後同様な男の妻に平然として入り婿できる彼。物欲のためになら人間を干物にする彼。そして最後に、 自分に数十万の金を与えて浪費せしめたのもすなわち彼 X なのだ彼はエスコに命じてボンボンを買わせこれを用意した TT 入りとすり替え粛清派と同時に倉庫破りの共犯者2名をも倒しエスコと自分を無理心中に見せかけ一切を闇に葬ろうと恐るべき冷血さで企んだのだ 自分がボンボンを愛子に与えたために自殺とならず生き残ったことのみは彼の暴力の外だったろう。彼は自分の口から過去の漏れることを恐れ、弁護士を通じて儚き希望を持たせようとしている。しかし自分は苦し紛れの嘘からあまりにも多くの人に迷惑を及ぼし怒らしてしまった。今また改めて X を真犯人と主張しても、 恩を仇で返す卑劣感の名を加えるに違いない。自分は二日間鎮死してコースを取り下げた。これが音的 X に対する第一子なのだ。今、第二子を放つ。見よ。極寒、冷夏三十度。有鉱石採掘所。人間氷を作ったグレン地獄。 ことを新しく記すまでもなく、その旋律は世人の眼前に彷彿としているであろう。この鬼畜にもなしえない悪意ある残忍行為も、Y 隊長の自殺により彼の狂気の業として過去に属してしまった。自分は今これを現在もなお生きている問題として取り上げ、自分にむち打ち真相を語る。当時、X は通訳として、 自分は医師として Y 部隊に所属していた。そして初めの1年間は、隊員の医療もその状況下で特に恥じなければならないほど悪くはなかったのだ。頭症もひどく、死亡率も高く、栄養も次第に低下してはいた。しかしこの程度のことは、海地の自治部隊にとって文字通り仕方がない。作業は命令であり、給与は限定されていたのだから。 そこにあの恐るべきゆうべが来た鉱石納入の打ち合わせから帰ってきた X は Y 隊長の部屋にこもり長いこと密談にふけっていた窓ガラスに赤い明かりがチラチラした頃自分は呼ばれていきまず熱いティーを勧められそれには早くも鼻を打つウイスキーがによっていた久しぶりの方向 自分は何事かと思う前に興奮し、すでに彼らの意志に甘んじていたのだ。命令が来た、と隊長が言った。有効石20%増掘の指令。自分は立然とし、進められるままにウイスキーを次々と飲んだ。Y と X の間で論議されていたのは、一切人間の感情を排斥した能率論であり、 目的のためには人間を壊れやすい機械と見なした方法論であったそれには国試の結果作業の低下した人間を他の人間と変えるよりない彼らは時々交渉しながら隊員のことを機械機械と呼びながら話し合っていた理由の何たるかを問わず指定作業量に達しない隊員は速やかに消去して賃金補充を請求する この請求書の形式を整えるためには、もっともらしい死亡診断書が必要なのだ。告示された機械は次々と壊れた。い,いな、職を断たれ、人間合理となったのだ。そして自分は、ああ、77枚の死亡診断書を書き、 その度にウイスキーを煽っていた。そしてやがて自分は知った。その増産された鉱石は実に命令ではなく、一交換の私服を肥やしていたことを。自分は見た。その分け前が引き上げ時に Y の手のひらで死闘台の宝石となって輝いていたのを。 これを知っているものは、Y と X と自分だ。天、人、共に許さず、Y は自分が考察した。自分はこの暁に考察される。そして X は帰国の戦中、Y は次第に険しくなる隊員の目を恐れ、神経衰弱と称して部屋にこもっていた。 その隙に X は自分の耳に地獄の声を囁き続け、Y の悪逆を次々に吹き込み、ついに自分は奮撃して叫んだ。奴の腹の中に飲んでいる宝石は、77人の遺族に支払うべきだ奴の腹を裂いてでもなあに。それほど手間をかけなくても、奴は3日に一遍排便する体質だからね。 そのたんびに、体の外に出すだろうよ。コール三角波を眺めながら囁く X の微笑に巻かれ、自分は愚かにも彼の創句となり果てた。北海道栄光の引き上げ者宿舎に着いた翌朝未明、時刻を計って自分は便所の天井裏に忍び込み、X は廊下の警戒にあたっていた。 果たして Y は小型洗面器を持って入り、これに排便し調べたとき、自分は天井板を外すや、一気に縄を首にかけて引き上げた。一時間後に彼の変死が発見され、自分は医師として検視し、神経衰弱の講じた発作的自殺と診断した。窓は内側から酸がかかっていたし、 窓に縄を結んで首を吊るした形を見た隊員一同は、誰しも彼の死を当然と思い、少しの疑念を抱くものもなく、天の罰した彼の悪逆のみが口々に伝えられたのみ。ああ、時が来る。急がなければならない。自分は誓う。高慢なる精神にかけて誓う。 13人の毒殺事件に自分は無罪だ。そして今自白した Y 隊長殺しを自分は恥じない。自分に命が許されたら、77度考察するだろう。そして X をも。あの地獄の声を囁く X をも。自分には悲しくも爪がない。 天に代わって X を告発するどんな証拠をえぐり出す爪もない。七十七色の暁の叫びが結晶した悪魔の眼球。あの宝石は日本のどこかにある。が、自分は知らない。自分が X から受け取ったのは赤字見た札束ばかりだったのだ。ただ、 ここに一つだけ報告できる事実がある。医師者は例外なく肛門を汚すものなのに、Y のズボンには汚物が付いていなかったはずだ。何人かの隊員はそれを記憶しているだろう。一体人は排便後の爽やかな気分の時に自殺するであろうか。ああ、しかし、ああ、しかしこの事実とて、 交換の信用を求めるににはあまりにも弱々しい心理にすぎない。真理人間本来の心理も物的証拠に比べると核も薄弱な存在であろうか彼は卑劣な肉体が正義を求める精神を覆った褐色に耐えず一刻の休息もなく町をさまよいために毒殺魔と推定され苦悶の二ヶ月を否認し続けながらも 死刑を宣告されたと仮定して。例えばここに一役になり、彼は自ら死刑を早めるべく酵素を取り下げ、甘んじて日本人の憎悪を一心に浴びるべき手記をしたため、これを死刑執行後に読まるべくして残したと仮定して。この遺書においても、なおかつ彼は真実を述べないであろうか。いいな。 人間が死に望んでのことの葉は、それ自身直接に、人の胸から胸へ伝えられるべきである。ああ、この遺書こそ、自分の提出し得る唯一の証拠であり、教官 X に向かって、満身の憤怒を血ぬって放つ、最後の矢なのだ。来た。足音が来た。 今や、暁に祈る時が来たのだ。